こんにちは、ヨッピー TV のヒロです。ミホチンです。今日はですね、はい、アモビテックさん提供でこちらのディスビュー R6 という外部モニターを使用したいと思います。はい。で、カメラの外部モニターなんだけど、うん、外部モニターを使うメリットとしては、うんうん、やっぱり見やすいんです。あ、大きいからね。そう、うん、大きくて、うん、まあ、明るくて、うん、で、まあ、フォーカスも合わせやすいし露出も合わせやすいということで、はい、こちらを今から使っていこうと思います。はい、はい、それじゃあ開けたいと思います。はい。これね、 4K3D ラット HDR って書いてますね。はい。で、こう説明書が入ってて、これ中国語なんだけど、うん、後ろに英語があるのね、うん、で別に日本語取扱説明書っていうのがついてる。おー、そうだから最悪これ見ればいいよね。そうだね、うん、そしてこちらがモニターですね。はい、はい、こちらがパッケージの中に入っているものなんですけど、はい、まずこのモニターね、うん、で付近、はい、やつで、これ雲台カメラとモニターをつなぐやつ、うん、でこれがミニ HDMI ケーブル、はい、そしてマイクロ HDMI ケーブル、そしてこの六角、これはあれだね、雲台を調整するやつだね、ここで。おー。でこのモニターに付属でも SD カードが付いてて、うん、へー、もう最初から付いてるんだ。そう、容量は 128MB しかないから少ないんだけど、うん、これでデータを読み込んでラットを確認できたりするわけ。へー。そう、それもちょっといろいろやっていきたいと思います。はい。今モニターをカメラにつけるんですけど、はい、ここにバッテリーをつけるのね、うんうん、でさっきのパッケージ内容見て思ったと思うけど、バッテリーは付いてないの。おー。そう、そこがねちょっとあれなんだけど、うん、こう別にねバッテリーを用意しなきゃいけないの。そうだね、結構大事だね。そう、これはうちは2500円で買いました、うん、はい。でこのバッテリーはね、ソニーのハンディカム系のカメラのバッテリーと同じなんだって、うん、そうなんだ。そう、だからそれを持ってる人は全然使い回せるけど、うんうん、僕はちょっと持ってないので、はい、これを別に買いました。はい。でこのバッテリーをこうつけますね。はい、はい、今モニターと、カメラを、はい、今くっつけたんですけど、でこれにマイクロ HDMI ケーブルを、はいはい、つけて入れて、これで OK です。はい、はい、それじゃあ今電源を入れていきたいと思います。はい、まずカメラの電源ですね。はい、今こう映ってますね。はい、そしてモニターの電源を入れます。うん、つきましたね。でここにファンが回ってて、うん、すごいなんか熱くなりすぎないようになってるの。すごい。そう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 。でまあこう見てわかると思うんだけど、うん、すごい明るいでしょこれ。そうだね。でちょっとここにねセンサーがあって、うん、自分こういじるときにちょっと影になって、もしかしたら画面が暗くなっちゃうかもしれないんだけど、はい、一応もうこの明るさを持ってるモニターということになります。はい、はい、そしてじゃあ見ていきましょう。はい、こうタッチでね行くんだけど、うん、タッチいいね。そうそう、まず目に行きますね。今こう日本語が出てますね。はい、でこれはシステム設定で、この JP っていうのをやれば日本語になって、はい、他の言語としては、中国語、うん、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ロシア語、韓国語だね。すごい。そして日本語が言語メニューに入ってる。はい、でまあ日本を選び、設定としてね、進みたいと思います。はい、そしてまあ外部モニターのやっぱ特徴としては、うん、フォーカスと露出が合わせやすいっていうことで、うん、でこれ結構なプロ仕様っぽくて。あ、そうなんだ。そう、もうこういうフォーカスアシストとか、うんうんうん、これでちょっとどうアシストするのちょっと僕はちょっと分かんないんですけど、うん、まあ、ヒストグラム、うん、ここにあるやつだね今、はい、ここにあるのがヒストグラムで、こうこのグラフの位置を変えれたりして。あ、なるほどね。そうそうそう。で今は元に戻したいと思います。はい、でこの透明度っていうのを、うん、濃くするともう周りの背景がなくなるの分かるかな。あ、本当だ。そうそう、後ろが見える。例えばこれを1とかにするとほら、うん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 、背景が黒くなるでしょ。はい、でこれも元に2にして、でこれ明るさ、そうだね、こういう。でもこの辺は多分一般の人は多分そこまで手につけないところなんだよね、うんうん、だからそういう本格的なこともできるよっていう、なるほどね、ことをまずこの露出設定でねやっていくんですけど、はい、まあ、この中で、まあ、一般の人も関係あるとしたらもう HDR っていう項目で、うん、でこの HDR っていうのは、うん、ハイダイナミックレンジの略なの、うんうん、でつまり簡単に言うと今までのディスプレイモニターよりも
いいディスプレイだよってことなんだけど、でどういいかっていうと、うん、あのハイダイナミックレンジっていうのは幅が広いの、なんかその明るさの幅だったりコントラストの幅が広くて、よりいい映像が撮れるんだけど、うん、今まではそのカメラの性能が先に言ってたの、ディスプレイとかモニターよりも、うんうん、だけどそれにようやくモニターが追いついてきたなっていうことなんだけど、そうそう、カメラの性能としてはすごいいいのが撮れてんだけど、うん、モニターのレベルが高くないとそれが伝わらないっていう。あ、なるほどね。そうそうそう、ついてこないとね。で HDR はそれについてきた感じなの、うん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 、そうそう、時代がカメラに追いついてきたみたいなモニターにあるんですね、はい、簡単に言うと、はい、で HDR のとこにある、まあ、OFF っていうのはこの HDR モニターオフにしてんだけど、うん、HLG と PQ っていうのがあるじゃん、うん、これはHDR 動画の規格なの。その2種類の規格が今あって、うん、本当に簡単に言うと PQ の方がスペックが上っていうか、うんうん、あのハイレベルな、でも扱いにくい。あ、 HLG の方が PQ ほど、画質は上がらないけど、まあ、扱いやすいよっていう、うんうんうん、こう押すと若干色変わるんだけど、あ、本当だ。あ、今のちょっと明るさはねあれだけど、うん、俺がちょっと、ね、明るさのセンサー触っちゃうからね、ここでやるね、こうちょっとね色が変わるんだけど、本当だ。そしたら続いては、はい、フォーカス、はい、ここに行きたいと思います。でここでフォーカスにもいろいろ種類があって、うん、まあ、モノクロ表示っていうのはこう一色に表示できるっていうことなんだけど、まあ、これもでも普通の撮り方してる人はまあ使わないと思うんだよね、うん、使ってないし。でピークフォーカス、これは、うん、あのフォーカスが合ってるところに色がつくの。おー、この赤いところ、ね、そうそう、赤いとこで、まあ、色も選べて、うんうんうん、で、まあ、強めにやったらこうはっきり出るし、弱くやったら薄く出るしってことで、で実はこれうちも今、はい、動画を撮る時もマニュアルフォーカスを使ったりしてて、うん、このフォーカスをずらすと消えるでしょう、うんうんうん、でこうフォーカスを入れると今こう赤くなってるところにフォーカスが合ってるってことになるんだけど、はい、はい、上を見てください。はい、はい、こっちの方が見やすいんです。そうだね、はっきり言って。そうだね、こう今背景が赤くなってるじゃん、うんうん、ちょっと後ろ目にフォーカスが合ってるし、はい、今ランタンにフォーカスが合ってる、はい、これがすごい見やすい、はっきり見える。そう、やっぱりねこれがね太陽の下とかだとね、あ、そう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 、見やすい方が本当にいいわけ、うん、そうだね。でこのモニターだと、センサーマークっていうのもあって、センターマークだね、うん、オンにしますね。そうすると真ん中にこうこの赤いバッテンのところが真ん中なの、うん、ほう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 、そう、だから今ランタンがちょっと中心からずれてるねっていうことが分かるわけ、これで。でこれで、はい、ランタンが中心に来ました、うんうん、だからこう編集でやる手間が、うん、撮る段階で編集いらず の, あの素材を作りやすい、うんうんうん、もうこの段階で撮れちゃうから。そうだね、そうという、まあ、外部モニターの良さだよね、そこは、まあ、見やすくて、はい、そして、まあ、センターも今回オフにしてっていう、また撮りミスが減るよね。そうだね、うん、これもグリッド線今見えてるかな、これ4分割にしてて、はい、9分割、うんうん、16分割、こうやって細かく構図の設定だよね。え、細かい。例えばこれだったら3分割で撮りやすいしとか、うんうん、そういう構図も設定できるし、はい、オーディオメーターこれはこれだね、今喋ってるから緑のこう動いてるけど、うん、はい、まあ、これをオフにすることもできるし、うん、まあ、左下につけるし右下につけることもできるっていう、はい、あ、左下にしておきますそして次、はい、ラット設定、はい、これはね、うん、あの ここが外部モニターで一番あの便利だったってあの僕たちの先生が言ってました、はい、ということでここ見ていきたいと思います、はい、まずこのラット、うん、これをね SD カードにあるやつを読み込めるわけ、うんうん、でこの SD 検索っていうのをします、はい、でこういくつかフォルダがあるんだけど、まあ、一番上のログコンバージョンかな、うんうん、これやるといろいろ入ってるのね、うん、キャノン用とか、すごい、DJI の D ログとか、うんうん、でまあソニーなんでソニーの S ログを、はい、ここでダウンロードできるのね、うん、この SD カード入ってるやつ、うん、でまあ僕はちょっとこの S ログと S ログ2はもうダウンロードしてあるので、うん、この S ログ3をダウンロードしたいと思います、はい、これをこうダウンロードします。ダブルクリックだっけな、お、溜まってって溜まってってる溜まってってる、今こうゲージが溜まってってますね。ダウンロードしてるんです。これでチーン、出来上がり。これで今ダウンロードが終わったのね、はい、そしたらちょっと戻りましょう。今ダウンロードしたやつを見てみようと思います。はい、このアットですね。で、こ
ここをオンにする、はい、そうするとまあ色が変わるんだけど、うん、これもともとこの S ログと S ログ2はダウンロードしたかったのね、うん、おお。でこのなんかブラウニーマンっていうのがなんかちょっと気になったんでちょっとすごい、そうそう、かっこいいじゃん、撮ってみたんだけど、うん、まあ、こういう風に色が確認できるのね、はい、で今ダウンロードしたのがこの S ログ3ってやつで、うん、まあ、ちょっと色がこう変わるんだけど、はい、例えば自分でラット作ったりするとすんじゃん、うん、でこう撮るときにその色が確認できるんですね、うん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 、でどの設定がいいかなとかも確認できて、うん、例えばこの S ログっていう、まあ、自分のラットでもいいんだけど、うん、まあ、仮にこのラットを使うとして、うん、そしてカメラの設定で、はい、こうピクチャープロファイルっていうのを選んでいくじゃん、うんうんうん、1にしたり2にしたり、うん、でこれでちょっとこっちのモニター見てほしいんだけど、はい、ピクチャープロファイルを変えていきます、はい、色がちょっと変わっていくの分かる、はい、これが確認できるのもすおいいねいいね。例えばじゃあ自分のラットを持ってます作りました、うんうんうん、で大体動画に合わせます、うん、でこの設定だったらよく映るなとかこれで確認できるんだよね。そうだね、そう、この両方見てね、そうそう両方見て、うんうん、感じをちょっと強くしたり、うんうんうん、ちょっと変わってるの分かるかな、ちょっと一気に変えるね、この後かこうおーちょっと緑っぽくなった、そうそう緑が強くなったり赤を強くしたりとか、うんうん、変えれるし、変えれるしというか変えたのを確認できるし、うんうん、写真自体が変わるわけじゃないもんね。そうなんだよね、変えたらこうですよみたいなね。そう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 、これで録画します、うん、で録画した映像が変わるんじゃなくて、うん、録画した素材でこの同じ設定を編集でやったらモニターで確認した画面になりますよっていう、色の確認のためのモニターになりますね、はい、だから最適なカメラ設定も選べるし、うんうんうん、これがね、あの自分も便利だと思うし、うん、あの色の確認ができるのが外モニターのすごい便利なところって、先生も言ってました。じゃあこれちょっと設定元に戻しますね。はい、まあ、でもなんかこれのさ、これもいいと思わないな、うん、これすごいね、テイストがね、うん、で次はあこれね、画面表示の設定ですね、うん、まあ、ここでアスペクト比を選べたりこう変えられるっていうのと、うんうん、明治フリップ、これは水平フリップをオンにすると左右が逆になります。おそして垂直フリップは上下が逆になりますね、はい、そしてズーム、今この、映像なんですけど、うん、これ2倍にしたり、おおすごい、すごいよね、4倍にしたり、はい、おお、だからもう編集の時の確認作業がもう撮る時にできちゃうっていう、そうだね、ことだよね、やっぱさっきから思うのは、うんうんうん、画像フリーズっていうのはもう画像が停止っていう、おこれもあんま多分僕は使わないでしょう、はい、そしてアナモルフィック、うん、これはちょっと何絵をちょっと縦に潰れて横に広がるような絵になっていくんだけど、この日によってね、でこのメニュー設定画面でさっきこう日本語にしたんですけど、はい、まあ、色も設定できたり、うんうん、色温度もこう設定できたり、はい、こう青白っぽくなったりオレンジっぽくなったり、温かみがね、うんうん、これはニュートラルかな、うんうん、バッテリーの残量通知をオンにすると、ここにちょっと出てるんだよな、はい、そうするとここにバッテリー残量がこれですね、出てますね、はい、で今回じゃあこれもちょっと一回オフにします。はい、でまあ、もうこの製品としてのアップグレードがあればこの確認をして確認する感じになって、はい、そしてまあシステムステータスを押すと今の状態が出てくるっていう感じですね。はい、はい、そんな感じで、はい、今回デスビューの R6 というモニターをレビューしたんですけど、はい、ちょっとねこうすればね自撮りモニターにもなるんだ。あすごい、そう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 、だそういう使い方もできる、簡単な使い方っていうか、いいねいいね、してはあ見やすい、そう、まあ、バリアングルがある人はいいけど、うんうんうん、ない人にはそうだ、ね、自撮りモニターとしても使えるっていう、はい、モニターなんですけど、はい、さっきみほちんの印象どうだった？なんか見やすいから、うん、なんか外で撮ってた時に、うん、結構見にくかったの悩みだったし、なんかもうこうやって見てたじゃん。あ、そうだね。そう、あとはまあ最悪ファインダー覗いたりして、そう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 、まあでもすごいちっちゃいから、うん、それが不便だったから、うん、それが改善されるって思うといいなって思う。そうだね、うん、まあカメラのアクセサリーの中でも、まあ、あったら便利だなっていうアクセサリーの一つだよね、うん、カメラそうだね、うん、そしてまあ今回結構高品質なやつが、はい、カメラモニターもね
結構高いのだと10万とかいくのも平気で。そうなんだ。そう、うん、でこれがだいたい3万円ぐらいなので、うん、また今回もリンクを下に貼らせていただくんですけど、はい、気になった方はちょっと見てみてください、はい。ということで今回カメラの外部モニターのレビューでした。また次の動画で。バイバイ。